会話っていうのが今大阪ですからね。関西弁で喋る。でここは関西弁。ここは北海道弁。僕でも福岡生まれと。え？生まれ高知の福岡育ちの大阪です。大阪。高知？高知。あの高知はあれですよ。高知両までですよ。両まで。高知どこ？カツラハマ。カツラハマ。バリバリや。ただ僕1歳で福岡行ってるんで、まあ、基本九州人。じゃあ、あの土佐県のあれのとこやんか。俺高知詳しいんやね。何々だったかじゃ、うん、え、高知、え、何知ってるの？ああ、よく行った、高知は、うん、高知はあの餃子の美味しい屋台の店もあるし、美味しいのすごい。屋台の餃子の店があって、すごいうまいね。まあ多分知らんと思うけど。マジ？九州じゃないのに屋台ってある？結婚してんの？結婚はしないです、まだ。これ見た人が、やばいやばい。あ、やばい。こいつは北海道出身で大阪である一部上場企業に行ってましたけど、やめて今ようわからん仕事してます。ようわからん仕事。バッテクついちゃった。まだ1個なんで大丈夫です、バッテ。徳さん、徳さん、なんで痩せたか。徳さんは俺より太っとったんだけど、なんでこんなに痩せたんだ。それをちょっと皆さんに教えてやれ。分からん。え、分からん。ご飯食わずに酒を飲むでハイボール。逆に太るじゃん。本当？本当？あれ太らないはでかいでしょ。あ、そう。だから僕ほんまにご飯食べなくて、で最近僕ご飯食べ始めて、78枚で落ちたの。115に、ね、うん。それが78枚で落ちて、今ラーメンとおにぎりを食うようになって、82とか。運動はしてないやろ。全くしてない。俺やっぱり運動しないと痩せないかもしれない。運動しましょう。泳ぎましょう。お前やってるの、はい、何やってるの。毎日お昼休み水泳泳いでます。1キロ。え、昼休みに、はい、何時間ある休み。1時間というか何時間でも取っていいんですよ。ああ。でも大体1時間半くらいで帰ります。マジで、はい、1時間水泳昼にやる。それは若者しかできんよな。いやいやいや、今何歳だったっけ。今34です。次、あ、来月34。言ったら俺結婚した時や。だけど先輩やろ。ああ今日は関西弁を喋ってほしい。あの関西弁を今日これ YouTube に入れて、明日は広島弁を入れて、それでアップしてみようかなと。大阪
大阪&広島。そうそうそう。だからみんなに関西っていうのはこんな感じの雰囲気ですよって言いやから、はいはいはい、これは岩手ではありえないから、ね、確かに。ああ周りも何だろうな、周りが喋ってる音がこう入ってこれば、そうそうそう、雑音が多いから。はい、ひじゅつけ上そうそうそう、あれも痩せました。あ、痩せたよ、あれも。すごいな、こうやってたまに来ていくの。黒熊チャンネル TV、 はい、じゃあ出るよ、今度見てね。いいよ、何したらいい。あ、俺 LINE するわ。あ、そう、出てるよって言うわ。何したらいい。今何したらいい。何でもいい。あ、徳さんがしてくれる。あの向こう向いて、向こう向いて、はい、トントン、はい、はい、トントントン。あー、こいつらはこれ、大家に怒られるやん。ええわ、大家に怒られる。誰も見えへんって、この辺は。じゃあ始まった。見てね、白川チャンネル。はいはいはい。じゃあな、バイバイ。旦那によろしくね。はい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 。いいノリだね。でもこれをアップしていいのかな。メイクラインを入れてアップ。いやいやいや。菊池、菊池。楽しみ、来年ね、来年乗るよ。これが昔こうでしたね。これが痩せて今こうなってますね。はい、はい、どうもごめんね。痩せました。はい、はい、レモンさん、はい、よし、大阪はこんなノリですね。急に YouTube アクトロ、あ、 YouTube が映ってる。